はい、というわけで今日も元気よくしゃがるメイクやっていきましょう。今日平和よって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。秦の始皇帝の墓のそばに作られたものです。死後の始皇帝を守るために約8000体の人形が作られ埋められたという話になっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。兵馬俑ですね。この兵馬俑っていうのは中国の、まあ、古代の歴史の中で出てくる言葉になっていきます。そもそも兵馬俑って言われた時に何ですかという話ですよね。全く意味がわからないですよね。そもそも兵馬俑、俑っていうのは死んだ人、死者とともに埋葬する人形のことを妖というふうに言います。つまり兵馬俑っていうのは兵士とか馬とかの人形なんですね。じゃあなんでこの人形を埋めたのかっていうと、人形とともに王様を、まあ、お墓に埋葬することで死後の王様を守る、まあ、当時っていうのは死んだ後、まあ、霊になるとか神様になるとか、ちょっとその死後の世界があるって考えられていたんですよね。なのでそこに対してその8000人ですけど、今回で言うと、その8000人の、人形が王様を守ってくれるよっていう話で、それを目的に作られたんですね。もともとこの中国の秦の時代に始皇帝が作らせた兵馬俑っていうのは一つ一つデザインですね、顔のデザインが違う人形っていうのがなんと8000体も埋められたっていうことで、それだけ強い力を持っていた秦の始皇帝の力っていうのがまあ伺えるんですね。まあ8000体も作るの、なんでそんなわざわざ作るの、かわいそうじゃん、大変じゃんっていうふうに思うんですけど、実はこの秦の始皇帝の前っていうのはもっとエグかったんですよね。もともと中国では殉葬っていう文化があったんですよね。これは王様が死ぬ時に人を埋めるっていうのがあったんですよ。どういうことっていう風になりますよね。現代の私たちには理解できないんですけど、王様が死んだ時にそこの近くに働いていた人たちを一緒に埋めるとかっていう文化があったんですよ。まあその女王とかその子供とかその部下みたいな人たちが一緒に埋められる、絶対にやられたくないですよね。なんか自分の王様死んだらしいみたい な, なんか部活の部長が死んだから一緒に埋められますみたいなって、もう絶対に嫌ですよね。っていうのが昔はあったそうで、中国の殷とかの時代には、何百人何千人な3000人一緒に埋められたんじゃないのっていうものがあったりとかして、生きている人をもともと埋める文化っていうのがあったんですよね。怖いですよね。もう 上から土かけられている時も絶対に嫌ですよね。逃げ出したいですよね。なんかもう本当怖いようなその文化があったんですけど、それをやめたっていう面ではまあいいのかもしれないんですよね。まあ、人じゃなくて人形にしようよっていうところで土でコネコネして、それを私の死んだ後、その死んだ後の世界で助けてくれるっていうところで、この時代からは人形を埋葬するようになったっていうところで、この次の秦の漢の時代もこの人形妖ですね、これを埋めるようになったっていうところになります。はい、現在ではこの兵馬俑っていうのは世界遺産になっていて、実は発見されたのがこの秦の始皇帝が作ったっていうのは約2200年ぐらい前なんですけど、発見されたのは確か50年ぐらい前なんですよね。そこのなんか穴掘っていた人が見つけたらしいんですよね。はい、でその埋められているのを発見した、その人形っていうのは全て東側を向いていたそうですね。なんでかっていうと、もともと中国の秦っていう国はもともと西側のちっちゃい国だった。それをどんどん東側の国を攻めていって中国を統一したっていうところで、全部人形が東向きになっているという話になっていきます。まあどうなんですかね、8000体作らせたっていうのは大変なんですけど、この前の時代人を埋めていたよりはまあいいんじゃないかっていうところで、この始皇帝のその思いっていうのが今でも考えられますね。はい、というわけで今日は兵馬俑って何ってことについてやっていきました。まあ、兵馬俑っていうのは、俑っていうのは人形ですね。兵士とか馬の形をした人形、これを埋めたっていうところが兵馬俑になっていきます。中国の秦の始皇帝が自分のお墓の横に8000体の人形が埋められて、自分の死んだ後にその死の世界で助けてくれるように作られた人形になっています。